ヤッホーとまるでーす。はい、今日はですね、一番くじダッシュ第2弾のね、テンスナの一番くじのご紹介をしたいと思います。はい、でまずじゃあくじの紹介からいたしますと、2019年の8月17日の土曜日に発売した転生したらスライムだったけん、リムル様の夏休みっていう1回700円の一番くじを発売日の朝にね、開店と同時に引いてきたんですよ。すぐに動画にしようと思ってたんだけどね、ちょっとなんかぐーたらしてたらね、3日ぐらい経ってて。まずじゃあくじのラインナップの紹介をしたいと思います。 G 賞が転生したらマスコットフィギュアだったけん、 F 賞ラバーストラップ、 E 賞転生したらタオルだったけん、D 賞書き下ろし色紙、 C 賞リムルサマーぬいぐるみ、 B 賞ミリムサマーフィギュア、 A 賞リムルサマーフィギュア、ラストワン賞が川上大輝先生書き下ろしイラスト色紙、ダブルチャンスが A 賞のフィギュアっていうことです。ってことで、まあ一番出にくいのは意外に C 賞なんですけど、私の今回のお目当てはもちろんね、 A 賞と B 賞のフィギュア、どっちか来てくれるといいなって思いつつね、引いてきました。で最近の私のね、くじ運のなさにちょっと危機感を覚えまして、前日の夜とかにちょっとくじ運上げる方法みたいなのをね、 Google で調べたんですよ。なんかくじ運がいい人は基本的に自分はラッキーだと思い込んでるらしいんですね。だからなんか自分はついてる、自分はついてるって思いながらくじを引くから結構運を引き寄せるみたいな感じで書いてあって、で確かに去年とかは私ラッキーだからどうせ上位賞当てられるっしょって感じで引いてたら、本当にね、上位賞当てられたりしてたからね。今回は私はついてる、私はラッキーって思いながら、A 賞と B 賞のフィギュア絶対引けるぞっていうね、心意気で引いてきたので、まずはそちらのね、予想をご覧ください。久々の紙引き、イエーイ。フィギュアも嬉しいんですけど、当たると思ってなかった C 賞が初っ端にね、出てくれて、おっきいリムル様のクッションさ、結構毎回ラインナップに入ってると思うんですけど、今まで当てられたことなかったから、ほんとめちゃめちゃ嬉しいです。はい、大人気の一番くじってことで、1人1回計10回までっていう制限があったんで、10回引いた後にもう10回ぐらい引こうかなって思ったんですけど、まさかのその10回が結構私的に紙引きだったので10回でやめて、ミニムちゃんのフィギュアはね、ネットで買っちゃいました。届いたらインスタかツイッターでお披露目したいと思います。はい、ってことで早速ね、見ていきたいと思います。今回10回でさ、結構まんべんなく、 B 賞以外まんべんなく弾けたから、本当にいい弾きだったなって思いました。下位賞から見ていくんですけど、まずこちらのね、 G 賞が1個だけ当たったんだよ、これ。はい、マスコットフィギュアなんだけどね、ラインナップこんな感じで、私ぶっちゃけこれね、コンプするぐらい当たってほしかったのにね、意外と15個だからちょっと当たりにくかったみたいでね、1個しか当たりませんでした。
どれが当たっても嬉しいです。可愛くないこれ。でもまあどうせならこの辺だよね多分、あの本物のリムル様カラーってだからこの辺欲しいかなって思います、はい、じゃあ開けていきましょう。大きさどれくらいなんだろう。フィグマとかと合わせられるサイズなのかな。いきます。1個だけだからね、まあどれが当たっててもいいけど、あ、結構でかい気がする。いきます。青系濃い青ちょっと待って掛け声どうしよう。青濃い緑ちょっと待って待って、え、かわいい。見て顔がちゃんとあるんだけど、見て空洞になってる中が。はい、こんな感じ。空洞になってることによってよりなんかリアルさがあるのかな、うん、かわいい。でも緑だからね、青はちょっとね買おっかなって思いますね。結構大きい。6分の1のドールとかにちょうどいいかもしれない、もしかしたら。はい、こんな感じ。ちょっとでかいか。でも実際よりはこんなこともできる、かぶせられる。はい次がね F 賞のラバストですね。ラバストは4つ当たりました。はい、で結構ねバラバラに引かせてもらったから多分ダブってはいないんじゃないかなと思います。はい、パッケージがこんなんでラインナップこんな感じです。はい、まあリムル様かミリムちゃんか、あとはシュナちゃんが欲しいかなって感じですね。はい、シュナちゃん欲しいかな、でもせっかくなら。はい、ってことでシュナちゃん狙いでね開けていきたいと思います。よし、じゃあまず1個目、シュナちゃん狙いです。シュナちゃんシュナちゃんシュナちゃん、ほい、おー、かわいい。リムル様がスイカ食べておられる。もぐもぐしててかわいい。次2個目いきたいと思います。はい、よいしょ。シュナちゃんシュナちゃんシュナちゃん、ほい、あ、逆、じゃーん、リムル様です。リムル様2個目、じゃーん、こんな感じ。多分リムル様とミリムちゃんが数多くてシュナちゃんとか数少ない感じじゃないかなって思うんだよね。でもバラバラに引いたからね、もしかしたらがあるかも。いきます。シュナちゃんシュナちゃんシュナちゃん、ほい、あ、シオンちゃん、じゃーん、ちょっと待って顔が隠れてる。はい、シオンちゃんです。かわいい、セクシーだよねシオンちゃんは。最後当たってないかな。シュナちゃんシュナちゃんシュナちゃん、ほい、ソウエー、じゃーん。はい、かっこいいよねソウエーね。でも私前回のさ一番くじでもソウエーくん来た気がする。はい、いつもシュナちゃん当たってない気がするんだけど私。こんな感じの4つ当たりました。はい、次はねE賞のタオルだね。多分あの選ぶとこで見せたと思うんだけど、このちょっとね汗かいてる困り顔のリムル様のやつと、このねピンクに頬を染めてるリムル様のタオルをもらってきました。はい、ちょっとこれね悩んだ。もう表情の違いが結構ビビたる違いだからね結構悩んだんだけど、このね2つをもらってきました。はい、4つによってもこれぐらいだからなんか結構汗拭けるかなって感じですね。夏にぴったりなタオルですね。はい、で次がなんだろう、色紙かな。そうだね、 D 賞の書き下ろし色紙はこちら。フィギュア当たんなかったからねミリムちゃんにしました。かわいいよね。結果的にさミリムちゃんのこの同じポーズのフィギュアを買ったから、シュナちゃんとさシオンちゃんの色紙にすればよかったかなってちょっとね今思った。でもまあかわいいから OK です。てことで次がね、はい、リムル様のねぬいぐるみが当たりました。こんな感じ。あ、すごい気持ちいい、ふかふかしてる、かわいい、見て。はい、これ結構等身大ぐらいかな、もしかしたら。ほらこんな感じじゃん、同じくらいじゃない多分大きさ的に。結構等身大、こんな感じ。いや、かわいい、これ嬉しい。いや、かわいい、これ嬉しい。ちょっと素材がね、わかるかな、夏の素材だね、通気性がいい感じの夏の素材で、すごいサラサラしてます手触りで、中が多分綿が入ってるからねふかふかしてる。はい、こんな感じで、かわいい、これ、うん、かわいい。
なんか若干段ボールの匂いがするんだけど、香水でも振りまいてね、匂い変えようと思います。ということでラストがね、はい、来てくれたのリムル様です。あれ、なんか全然顔が見えない。早速開けたいと思います。はい、いや可愛いな、きっと見えてないけどね。じゃあまずパッケージから、はい、こんな感じ。ちょっと個体差が心配だけど、きっと大丈夫だと思う。やっぱね、信じることって大切だなって思ったんです。だから私はくじ運がいいって思うしね、いい個体が来てくれるって信じてます。え、待って、超可愛いんだけど、やばい、これ、超可愛い、何これ、私が思ってた以上にすごく可愛いフィギュアだ。これこんな感じ、まずこんな感じ、すごいよくできてる。見て可愛い。ちょっとこの横のね、つなぎ目とかは若干気になるとこもあるんだけど、でも前から飾れば全然気になんないよね。ほら、すごい可愛いことで、じゃあまずはフィギュアをね、ゆっくりご鑑賞ください。どうぞ。ということでね、なんだかんだテンスラの一番くじとは結構相性いいのかなとか思いつつね、いい引きができて大満足です。はい、自分はついてるって思ったら紙引きできるもんだなってちょっと思いました。はい、もうすぐこの後にカンコレの一番くじが発売するからね、そっちでもね、できれば運よくね、いい残り具合のところで全部くださいができたらいいなって思います。はい、ということでこの辺で締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。次のカンコレ一番くじのことを考えると若干お腹痛くなってくんだよね。ちゃんとゲットできるかな、すごい心配。